強打者シーガーの MVP 受賞の指摘に異論来る11月17日に大きな注目を集める発表がある今期のメジャーリーグにおける MVP 受賞者が発表となるのだロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツやアトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャジュニアなどの候補がいるナショナルリーグは混戦が予想される一方でアメリカンリーグでは。 今季も二刀流で異彩を放ったロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平投手の一強という見方が強まっている大谷の2年ぶり2度目の体感が濃厚とされるのは必然ともいえる打ってはア・リーグ最多の44本塁打で日本人史上初の本塁打王に輝いたほか打率3割4厘95打点 OPS1.066 といずれもハイスタッツ投げても2年連続2桁勝利となる10勝5敗を挙げ防御率3.14 WHIP1.06 脱三振率11.39を記録まさに異次元というべき数字を並べた近年の MVP を決める上での基準ともなっている指標ウォーにおいても大谷は2位に4.1差をつけてのダントツ1位の10 1もはや受賞は揺るぎないとも言っていいだけの成績を残したしかし大谷の MVP 獲得をめぐって全く異論がないわけではない 現地10月31日に米スポーツ専門局 ESPN や CBS スポーツでアナリストを務めていた元アストロズのウェス・クレメンツ氏は自身の X 旧ツイッターで大谷は二刀流の選手であり別にオールラウンドな選手ではない彼は史上最高の打者でも史上最高の投手でもないんだと持論を展開レンジャーズのワールドシリーズ制覇に貢献したコーリー・シーガーの受賞を推挙した無論 シーガーガが受賞に値しなないいわけではないレギュラーシーズンに33本塁打96打点 OPS1.013 と出色の働きを見せたまた MVP 表彰の対象とはならないがポストシーズンも奮起打率3割1分8厘6本塁打12打点 OPS1.133 でワールドシリーズ MVP にも輝いていたしかし レギュラーシーズンにおける大谷との王の差は3.2。ゆえにクレメンツ氏の意見には反発の声が殺到した。米ポッドキャスト番組「ノーフィルタースポーツ」のホストを務めているボブ・テイジ氏は「シーガーは確かに素晴らしい。だが大谷は史上最高のオールラウンドプレーヤーだ。我々が生きてきた中でね」と指摘そして次のように訴えかけている「投げるのと打つ方の両方だ」。 大谷の投打における途方もない才能と生産性に近づいた選手をリュース以外に一人でも挙げてみてほしいそんな選手はいないはずだおそらく発表がされるまでこうした議論は続いていく大谷が球界に与えた影響力などを加味しても今期の体感は揺るぎないはずだが果たしてついに始まる空前絶後の争奪戦大谷翔平の FA に海外メディアでも緊張感 大大大谷は最大クラスの大物になる現地11月1日にワールドシリーズ第5戦が行われテキサス・レンジャーズがアリゾナ・ダイヤモンドバックスを5対0で撃破通算対戦成績を4勝1敗として球団史上初となる世界一に輝いたこれによってメジャーリーグは2023年シーズンが終了現地11月2日からは今期で現行契約が満了となるフリーエージェント FA 選手たちが出る。 次にコンオフの移籍市場における目玉とされている大谷もそのうちの1人だ最初の5日間はエンゼルスのみが交渉可能となるが以降は国内外の全球団と話し合いが行えるキャリア初の FA となる大谷にはすでにドジャースメッツジャイアンツマリナーズなど複数の強豪球団が獲得に動くと見られており移籍金はメジャー史上最高額となる5億ドル約750億円を超えると予想されている。 まさに空前絶後の争奪戦が幕を開けるわけだ現球界で唯一無二と評される二刀流であらゆる壁を乗り越え数多くの金字塔を打ち立ててきたそんな史上最高ともいわれる異彩の去就に海外メディアでもいよいよ始まると言わんばかりに緊張感と注目度が高まっている北米はもちろん中南米の野球情報も発信しているスペイン紙。AS は翔平大谷の運命は依然として謎に包まれている FA 交渉が解禁となれば彼は間違いなくメジャーリーグにおける移籍市場で最大クラスの大物になると指摘また米老舗スポーツメディアスポーティングニュースはもちろん今年は翔平大谷に注目が集まるだろう MLB 史上最も才能のある選手との契約には誰もが注目すると強調し特大の注目を集める理由を端的に指摘している彼が注目を集める理由はつまりユニコーン 唯一無だだからだ彼が受けたトミー・ジョン手術の影響は入札競争の激しさをわずかに和らげるかもしれないが争奪戦が起きないというのは不可能な話だ過去にさまざまなドラマが起きてきたメジャーリーグの FA 史上その中で大谷はいかに新天地を見いだすのか二刀流スターの一挙手一投足に熱視線が注がれる日々が始まる